はい、プログラマーのための数学勉強会第18回にお集まりいただきありがとうございました。早速使えないですけど、本日がですね、統計編の最終回ということになります。で、プログラマーのための数学勉強会という、タイトルでの勉強会は、今日がおしまいということになります。すぐもう機械学習とパターン認識の勉強会を始めようかなと思っているんですが、それはまた別の新しいやつとシリーズとして、やる予定ですので、今日で一区切りということになります。はい、いつものことですけども、会場設備の提供をしていただきました株式会社ワークスアプリケーション様にこの場を借りして、御礼を申し上げます。最終回はですね、ベイス統計を、基礎的なところをやりたいなと思います。前回はですね、推計統計学というのをやってきましたが、今回は、ベイズ主義に基づくベイズ統計学というものを、やります。復習しましょう。ベイズ主義というのは何だったかというと、確率 PA というものを事象 A が正規するということの確信度の大きさ、信念の大きさ、そういった解釈を行うのでした。ですね。ですから、ベイズ主義というのは主観的解釈とも、主観主義とも言われるわけですね。確率の主観説と呼ばれます。復習すると、例えばどういうものが主観的確率であるかというと、例えば天気予報、明日雨が降る確率、これは、頻度的には考えられないと。明日は1回しか来ないわけなので、頻度的に考えることは不可能であるということですね。したがって主観的に考えると、明日雨が降るか降らないかといったら、降る側にこのくらいですというふうな感じで、0.6、60% だとか 0.7、70% とか、そういうふうなことで数値化するわけですね。いいですね。これがベイズ主義というやつでした。で、そして、に紹介しましたベイズの定義というやつですね。これが中心的な役割を果たしています。詳しく見ていきましょう。まずざっとどんなものかというのをちょっとお話ししますと、ベイズ統計では考察の対象、確率を計算したい対象 A に対してあらかじめ事前確率というものを、定めておきます。最初に決めておきます。そしてこの A と関係する事象ですね、 B、 なんか日本語がぐちゃぐちゃになりますね。関係する事象 B が正規したならばですね、すみません。関係する事象 B が正規したならば、ベイズ改定とかベイズ更新と呼ばれる作業を行って、事後確率と呼ばれる確率の更新作業、改定作業を行います。アップデートを行うということですね。どういうことかというと、あらかじめも最初にスタート時点ではもう確率をとりあえず決めておく、暫定的に決めておくということですね。とりあえず決めておいて、その後、情報がいろいろ入ってくるわけですね。情報が入ってきますので、その情報に基づいて、この確率を新しい確率に更新する。で、そしてその更新された確率をまた新たなインプットとして、新しい情報が入ってきたら更新する。ということですね。ベイズ改定というものがその中心にあって、確率をどんどんアップデートしていくということを繰り返す。ということですね。これが、ベイズの、確率論の、基本的な計算の流れということになります。この図を見ただけで、これって一種の学習じゃないとか学習じゃないかと思いますね。学習理論で、やっぱり重要な役割を果たすわけです。ですから新しい情報が来たらそれを学習するというふうに考えてもいいわけですね。これはある意味ですね。そうすると、学習期ですね。いろいろな分類器であるとか、そういった学習、パターンマッチャーとかですね、そういったもの、の、理論を構築する上でも非常に中心的な理論となります。ベイズ確率論と呼ばれますね。はい、さて、ベイズの定理というのを復習しましょう。ベイズの定理というのはこのような式でした。この縦棒が入っているやつは B という事象が正規したという条件下で A という事象が正規する確率
であるということですね。 B という条件下で A が起こる確率ですね。条件付き確率でした、それがこのような等式を満たすというものです。注意してほしいのはこの定理自体は、まあ、これはあの統計の第1回の時に説明しましたが、この定理自体は公理的確率論の定理であると、要するに、主観確率であろうが客観確率であろうが、これは、まあ、いつでも成り立つというものですね。ベイズの定理というふうに名前がついていますが、これ自体はもう公理的に証明できるわけ。その初回に確率論の公理というのをいくつか立てましたね。確率全部足して1であるとか、そういったいろいろ、公理を立てましたけど、あの公理からも導くことができますので、この定理の成立はまあ疑いようがないと、基本的にはですね。あのこの式を使うことこそがベイズ確率論だというのはちょっと違うわけで、この式自体は別に どんな確率論でも成り立つと思っているわけですが、ベイズ主義の立場でこの式を見ると、ね、ベイズ主義の立場からこの式を見ると、今 PA という確率、あらかじめ定めた確率、事前確率があってですね、 PA という事前確率があってですね、でそして今 B が生じたという新たな情報、まあ、証拠とかというも言いますかね、エビデンスとも、英語ではエビデンスということが多いかもしれません、まあ、新たな情報や、まあ、新たな証拠を得た場合にこの式によって新しい確率にアップデートするんですよと解釈するですね。これは何にも情報がない条件下での A が起こる確率で、こちらは B が起こったよという情報が、証拠がある、上での A の起こる確率、これがまさにアップデートであると。この PA が PA バー B に行くというのがまさにアップデートであるということですね。これがベイズ回転であるということですね。あの質問があったらどんどん聞いてください。よろしいでしょうか。はい、これをちょっと書き直すと、まあ、こちらの形もよく使われます。まあ、分母が変わっただけですね。分母の部分が変わっただけで、要するに B1、B2、点々点が、互いに沿って、互いに沿ってのは要するにあの互いに沿ってのは排反であるということですね。排反事象であって、そして、それらを全部合併すると、まあ、オメガ 全事象になると、いうのであれば、なんだこれは、ここの分母に入るのは PB ですね。この分母に入るのは PB でしたけれども、そうですね、これ、B が、I 番目のやつですね、これが起こったという条件下で A が起こる確率、点々点全部足していくと、これがまさに PB になるということですね。確率の周辺化という作業だということを、まあ、言いましたね。これ全部足し合わせていくと、ちょうど PB になりますので、まあ、こういうふうな計算をしても良いですよと。ね、まあ、あの次、今簡単な問題で、実際に例を見てみたいと思います。あ、そうだ、その前にこれがあった。で、今このベイズの定理こんな式になりましたけど、まあ、複雑ですね。複雑なんですけど、この分母の部分ですが、これは結局あの確率全部足して1っていう条件から、あとあの最後に求めちゃうことができます。別にここ細かく計算しなくてもですね、確率全部足したら1だよっていうことからあの逆算しちゃうことができます。いずれにせよここの部分は、A に依存しない定数です。要するに A に関して周辺化しちゃうので、この中に A は含まれませんと。要するにその A の値が何であるのか、ここは同じ値になるということですね。周辺化をしちゃうわけですから、なので、この分母の部分は、まあ、規格化定数、要するに確率の全確率を1にするための、まあ、規格化の定数だと、考えることができて、こう書くことができます。左辺の値は分子の値に比例するという形に表記することができます。実際これがまあ便利なので、よくこの形を使います。で、この形で計算して、最後に比率を取ってですね、確率が1になるように定数かければおしまいということですね。あ、じゃあ有名なあのベイズ確率、ベイズの定理の使い方のまあ復習のために、非常に有名なあの問題を一つ考えてみますね。第1回の時には何をやったかというと、がんである確率みたいなやつをやりましたね。とか、他に何やったか覚えてないんですけど、まあ、それとはまた別の問題、非常に有名な問題を紹介します。ABC の3人の囚人がいると、まあ、死刑囚がいますと。
ただし一人だけなんか恩赦が降りるらしいと、一人だけ実は処刑を免れることができるらしい、二人処刑されるということですね。どの一人が助かるのか、どの一人が、処刑を免れるのかというのは囚人には全く分かりませんという状況です。で、ここで、囚人 A が看守に、私のことは教えなくていいやと、でも B と C のうち少なくとも一人は処刑されるんでしょ、だって二人処刑されるんだから、私以外に一人は処刑されるんでしょうと、 B と C の少なくとも一人は処刑されるんでしょうと、その人を教えてよというふうに言ったわけですね。そしたら、その看守は、B は処刑されるらしいよと、 B は処刑されるんだよと教えてくれた。この時これを聞いて、A はもともと自分が処刑されない確率が3人のうちの1人3分の1だったのが、もう B が処刑されると決まったわけなので、A と C のうちのどっちかあと1人ですので、2分の1に助かる確率が上がったと、助かる確率が3分の1から2分の1に上がったというふうに喜びましたが、これは正しい解釈でしょうかということですね。これ非常に有名な問題でですね、正しいでしょうか。間違っているとしたらどう間違っているでしょうかということですね。問題を把握しましたか。大丈夫ですか。大丈夫ですか。誰か聞いてみよう。じゃあ正しくないと思うんですけど、ちょっと方程式に当てはめてちょっと考えてるんですけど、まだわかんない。まだわかんない。正しくないと考えられる。ただし、あくまでこれは主観確率の話なので、要するにだって、どの二人が処刑されるかはもうすでに決まっていることですね。すでに決まっていることに対して確率を考えているのだから、これは主観確率の話なので、要するに確信度の話ですね。この3分の1とか2分の1とか。なので、主観確率というのはいくらでもいろんな解釈が可能ですから、これだという決定的な説明はないですね。要するにこの答えが正解だという答えはないわけですが、ただベイズの定理に基づくならば、こういう解釈ができるようでの説明しますね。まず ABC がそれぞれ処刑を免れるという事象をそれぞれ ABC としましょう。それから B が処刑されるんだよと看守が証言するという事象を E としましょう。事前確率としてもう誰が処刑されるか A には分かんないんだから、もう A が助かる確率、 B が助かる確率、 C が助かる確率はイコールにしましょうということですね。ここら辺が数学的な仮定であって、ここら辺が、また実はあくまで仮定ですから、解釈によっては変わる場合があるわけですね。例えば心理学の世界だと自分のことを考えるときは確率がちょっと高めになるとか低めになるとか、そういうのが発展するようですね。だからそういう意味で解釈が揺れるって言ったら、学問ごとに揺れるってことですね。いずれにせよ今回は数学的に全部イコールだとしましょう。で、PA バー E を考えると、つまり B が処刑されるんだよという証言が得られたというもとで、A が助かる確率を計算するとですね。まず順番にいきましょう。看守が正直な人だと仮定しましょう。看守が正直な人だと仮定すれば、明らかに PE バー B は0です。つまり B が助かるという条件下で B が処刑されるという確率は0、ね。それから、C が処刑されるなら、C が助かるならばですね、C が助かるならば、もう B と C のどっちが処刑されるかって聞いたら、もう B が処刑されると答えるほかないわけですから、PE バー C は1ですね。C が助かるんだから、B と C のどっちが殺されるのって聞いたら、もう B だよって答えるしかないですね。ここは1となりますね。それから、あとは、A が処刑を免れるときには、B も C も処刑されるわけですね。B も C も処刑されるんですけども、その時にどっちを選んでもいいんだけど、B を処刑されると言ったわけですね。で、その確率が分かんないんですけど、とりあえず2分の1にしましょうと。A が助かる場合、B と C が両方処刑される場合、どっちかを選んで、B は殺されるらしいよ、C は処刑されるらしいよって看守は言うわけなんですけど、どっちを選ぶか分かんないので、とりあえず半々で選ぶと仮定する。ね、A が助かる場合には2分の1の確率で B が死ぬ、2分の1の確率で C が処刑されるよと答えてくれると
そうすると、処刑を免れるのはただ一人と決まっていますので、A と B と C は互いにそうであると、二人助かることはない。そして、誰かが処刑されるんだから、合併は全事象であるということなんで、さっきの定理が使うことができ、さっきの定理を使うことができて、このようになります。要するに、この、ちょっと待ってくださいね。あ、いいのか、というか。あ、いいのか。さっき私これを A についての周辺化と間違えていましたね。B についての周辺化ですね。B について周辺化して、まあ、A、ここ PA を求めるということですね。すいません。で、なんだっけ。あ、こうですね。要するに、分母は PE だったわけだけども、分母の PE というのは、まあ、A が助かる場合に、まあ、E と E が起こる場合、B が助かる場合に E が起こる場合、C が助かる場合に E が起こる場合の3通りしかないから足し算だとですね。で、まあ、分子はその場合、A が、助かって、その証言が得られるということですね。これを計算しましょう。代入すると3分の1になります。つまり、変わってないと。もともと3分の1だったのが、証言を聞いた後の3分の1であるということですね。なので、E を聞いたところで A が証言を免れる確率は、まあ、このベイズ主義的な考え方だと変化しないということになります。何の救いにもなってないですよということですね。わかりましたか？まあ、数式的には、そうですね。数式的には。直感的には納得できないかもしれないですね。ここのまあ、乖離、直感と実際がずれるというのは、まあ結構、これは、非常に、まあ、難しい問題で、まあ、要するに式が正しいからそうなんだというふうにこう納得するんじゃなくって、まあ、できるだけ直感とすり合わせるようにですね考えてみていただきたい、面白い、いただきたいと思います。まあ、今回、まあ、だからその、結局、なんで変わらないのかっていうところ、まあ、B と C の中から一人、まあ、殺される方法を教えてねって言ったわけなんで、まあ、C は一回、まあ、サバイバルに勝ってるわけですね。その、B と C のどっちかから一、まあ、人答えるというところで、その C が処刑されると証言される可能性も実はあったわけですよね。 C が処刑されると、まあ、いうことが判明する可能性があったというのを一回生き延びたわけですよね、 C がね。ところが A は自分に関しては何も情報を聞いてないんだから、 A はそういう、まあ、サバイバルをくぐり抜けてないわけなんで、C の方が、実は生存確率が上がったわけですね。まあそういう、まあ、直感的に言うとそんな感じですね。ということで、まあ、実は、このようにしてベイズの定理というものを使いますということですね。はい。今この、例題ではですね、次世確率を全部等しいとしました。全部3分の1としました。まあ、これは ABC のどれが、まあ、起こるのか全くわからないからであるということですね。このように、まあ、どの事象が正規するかについて全く情報がないときは、まあ、等しいとすると。等確率であるとするという原則を理由不十分の原則と、呼びます。もう理由がないならば等しいとせよと、ね。理由不十分の原則とします。で、これは後で説明しますが、この理由不十分の原則を採用した場合、採用すると、前回までやってきた統計学と実はある程度整合的なんですね。その、前回までやっていた統計学は、もう全くもう事前情報がない状態での統計学だと思うとですね、実はこの理由不十分の採用、理由不十分の原則を、そこら中で徹底的に適用した統計学、ベイズ統計学では、まあ、前回までやった統計学と言えないこともないわけですね。まあ、そういうことですね。はい。さて、で、ここで、独立性の話にちょっと触れておきましょう。事象 AB が独立ならば、これがまあ成り立ちますよというか、まあ、これが成り立つことが独立性の定義ですよというのが第1回のお話でした。要するにまあ B が起ころうが、起こっても起こらなくても、まあ、A が起こる確率は変わらないよというのが A と B が独立であるということでしたね。まあ、つまりこれはもうちょっと言い方を変えると、B は証拠として役に立たないと。B は証拠として意味がないということですね。ね、
さっきの看守の証言も意味がないと、証拠としては意味がないということですね。ベイズの定理の計算を行う際にはですね、その証拠として意味がないものを証拠に使ってベイズ回転を行うのは無駄な計算なわけですね。わかりますね。要するにその、ベイズ回転では新しい証拠というのをどんどん投入していくわけですけれども、この、求める事象と全く独立なやつを投入しても全く無意味であるということですね。要するに確率変わりませんと。独立なやつを入れても情報を入れても変わりませんということですね。まあそうですね。明日の天気予報を、明日雨が降るか否かという確率計算しているときに、例えば、株価がどうなったとかっていうのは全く聞いても意味がないわけですよね。ですよね。という形でその全く意味のないものを計算するというのは無駄なわけです。逆に言うと。言い方を変えると、ベイズの定理の計算をする場合には独立性に注目して、必要な計算か否かというのを考える必要がありますよということですね。独立性に注目して計算量を減らすであるとか、そういったことが重要になってきます。でこれが、後で言うベイジアンネットワークとかいうもの と、実は深く関わってくる話題であるということですね。とりあえず 今独立性が大事だよという話をしております。さて、ではじゃあ具体的なもうちょっと難しい問題に適用していきたいと思いますが、まず単純ベイズモデルっていうモデルを紹介したいと思います。これ今の独立性の話の続きです。証拠がたくさんある場合の事後確率の計算を考えてみましょう。証拠がたくさん、つまり B1、B2、点点点点点、BN ってたくさん証拠がある、 N 個証拠があるときに、はい、A が起こる確率はいくらかというのを考えてみます。そうすると、ベイズの定理から、まず1行目がこうなりますね。1行目ここ比例ですから、ね、比例分母取っ払って、ここのこことここをひっくり返して、で実践確率を入れて、こうなりますよといいですね。でそして、ここの部分が B1、B2、点点点点、BN が起こる同時確率ですので、同時確率っていうのは条件確率の積に直すことができるんです。ここは条件値確率の方式です。ここからここ情報定理、確率の情報定理ですね。情報定理、要するに B1、B2、点点点点、BN 全てが起こる確率というのは、 B1 がまず起こって、そして B1 が起こったという条件下で B2 以降が起こるか場合であるとですね。でさらにこいつですね、こいつが起こる確率、 B2 から BN が全て起こる確率というのは、 B2 が起こって、で B2 が起こったという条件、情報を加えた上で B3 以降が起こる確率であるですね。でこれを繰り返していくと、こんな式なんです。 PA×PB、A が起こったという条件から B1 が起こり、 A と B1 が起こったという条件から B2 が起こり、 A、B1、B2 が起こったという条件から B3 が起こりというのをずっと続けるということになるですね。これがまさにさっき言ったベイズ回転のプロセスです。ここからここに行くのがベイズ回転だと思えばよくって、要するに今何も情報がないときは PA という事前確率ですよ。 B1 が起こったという証拠が来ましたと、ね、B1 という証拠が入ってきたら、はい、これがかかりますよと。で B2 が入ってきたら、はい、これがかかりますよ。 B3 が入ってきたらこれがかかりますよというふうになる。どんどん回転が行われて、で問題はこんなの計算するの大変であるということです。要するにその、B1 から BN-1 までの N-1 の証拠がある中で BN が起こる確率みたいなものを考えなきゃいけなくて、でこれは非常に計算が複雑であるから、だからモデルというものが必要なの、さっき言った独立性をうまく使うと、この証拠を減らすことができるわけですね。計算に必要な証拠を削っていくことができるわけです。じゃあどういう独立性を仮定するかというところで、確率モデルというものが、登場するわけですね。まずその一つが単純ベイズモデルといいまして、単純ベイズモデルって何かっていうと、ここで全ての証拠は独立であるというふうに仮定するわけです。証拠は全部独立であると仮定する、かなり強烈な仮定ですね。要するに B1 という証拠が得られようが得られまいが、 B2 の証拠が得られる確率は変わらないと。
ですね。B2、B1、B2 の証拠の以下によらず B3 はもうランダムに決まると。N 個の証拠すべて完全にランダムに独立に決まるというのが、単純ベイズモデルの仮定であるわけです。証拠を N 個得られるんだけども全部もう完全に無関係に得られますよという条件下だと、さっきのここら辺の例えばこれはどうなるかというとここの部分どうなるかというと B1、B2 無関係だからこの B1 証拠から消してよいと。ここの部分も B3 と B1、B2 無関係だからここの B1、B2 消せると、ね、どんどん消していくとすごくシンプルな形になります。PA、PB1 バー A、PB2 バー A、点々点々 PBN バー A という形になって、まあ、つまり、結局シグマの、この掛け算記号で書くとこうなっちゃいますよということで、ね、すごくシンプルな形になっちゃいますよということですね。このように、まあ、全ての証拠が独立であるという仮定を適用したモデルを単純ベイズモデルもしくはナイーブベイズモデルと呼びます。要するに、まあ、最もシンプルなモデルであるということですね。 よろしいですか、まあ、かなり強烈な仮定なのでそんなんでうまくいくのかよと疑心暗鬼、まあ、疑う人もいるかもしれませんがこれがすごくうまくいくですね、びっくりするほどうまくですね計算も楽だしうまくいくし、これはすごく嬉しいと。はい、非常に簡単な例題をやってみましょう。皆さんスパムフィルターというものを普段お世話になってるんですね。メールの迷惑メールフィルタースパムフィルターというのに普段、まあ、Gmail とか使ってるとですねあまり意識することがないかもしれませんけども、あの迷惑メールのボックスを見るとずらーっといっぱいこう迷惑メールが見事に入っていましてですね、あの知らないところで活躍してくれている、まあ、わけですが、これは単純ベイズモデルですね。単純ベイズモデルっていうのは、この、まあ、あのメールの迷惑メールのフィルターとして非常に効果的に使うことができます。もちろんいろいろ改良がその後、まあ、行われるわけですけども、ただの単純ベイズじゃなくでそれにさらにいろいろ拡張していくわけですけども、その原理的なところは単純ベイズモデルで理解することができます。ちょっとやってみます。まあ、非常に簡単な問題を考えます。まあ、単語ってたくさんあるんだけど3つの単語だけ考えましょう。要するにメールの文中に登場する単語に注目するんですけど、例えば、まあ、連絡という単語、無料という単語、登録という単語、それから経理とかという単語、まあ、こんないろんな単語が入ってくるわけですね。とりあえず4つですね。4つの単語だけにちょっと注目してみましょう。で、これらがメールの中に出現する確率っていうのは、もう膨大なメールの統計を取ればいいわけですよね。要するに、迷惑メールか否かっていうのを、まず、今日の教師データというですね、トレーニングデータ、教師データがあって、普通のメールの中には、まあ、こんくらいの割合で入ってて、迷惑メールの中には、こんくらいの割合で入って、普通メールと迷惑メールは、まあ、今回の割合で入っているというのがこう、まず頻度を取ればですね、まあ、分かるわけです。で、その頻度を取ってみたところ、例えば連絡という単語、連絡メールですよという、まあ、連絡というのは、まあ、通常のメールには、まあ、入っている確率が8割であると。無料ですよというのは、まあ、迷惑メールに8割の確率で入っている。登録というのは、まあ、7割の確率で迷惑メールに入っていて、経理っていうのはまあ9割の確率で通常のメールに入ってるみたいな、例えばこういう頻度が取れるわけです。で、これは実際にはものすごい大量の単語に対してこう表があるわけですね。ものすごい巨大な表があるんです。で、もちろんここもカテゴリー、今通常メールと迷惑メールだけですけど、実際にはもっといろいろカテゴリー分けをするわけですが、まあ、重要なメールかとか、まあ、いろいろカテゴリー分けしますね。まあいいですよ、今すごくシンプルなモデルがこうなりますと。で、それからあとはまあ受け取るメールの、まあ、とりあえずまあ6割が通常メールだと。しましょうか。人によって変わるわけですが、まあ、6割が通常メール、4割が迷惑メールとしましょう。さて、じゃああるメールを受け取ってそれを調べました。そしたら、まあ、連絡、無料、登録という3つの単語が検出されましたと、ね。このメールが通常メール、迷惑メールのどちらか単純ベースモデルを適用して計算してみましょうということですね。はい、計算してみましょう。まず、通常メールである確率、中に連絡、無料、登録という単語が入っていたという条件下で通常メールである確率は、
さっきの単純ベイズモデルではまず通常メールである確率、事前確率、それから、通常メールの時に連絡という単語が入っている確率、通常メールの時に無料という単語が入っている確率、通常メールの時に登録という単語が入っている確率をただただかけていくと、そう、0.6×0.8×0.2×0.3 で 0.0288 となります。いいですね。ですからここに事前確率、求めたいものの事前確率ですね。でここに、個々の証拠ごとに、証拠ごとに、求めたい事象を条件とした時の証拠が成立する確率ですね。これをこうかけていくと、そうするとこうなりますよと。で迷惑メールである確率はこうなりますよということですね。そうすると、もちろん正規化していないので、足し1じゃないけども、もちろん足し1になるように正規化することはできますね。で 0.028 だと、こちら 0.0448 ですので、この場合は迷惑メールである可能性が高いと、判定することができますよということですね。もちろんこれは、すごく小さな目標ですけども、もっと巨大な表があれば、かなりこれ正確な判定がこれできるということになります。よろしいですか？何か質問ありますか？すみません。はい。2つぐらい前のスライドなんですけど、2つ前。単純ベイズモデルの、はい、その、なんか式のところの真ん中がイコールじゃなくて比例なのかな？これですね。はい、これは要するに、分母を省いちゃってるからですね。ですね、全部足して1になるように、分母っていうのが調整する必要があるんだけど、結局それは一番最後に足して1になるようにすればいいだけの話だから、途中計算で実際に書いてたら煩わしいので省いてるんですよ。要するに ここの分母にさらに書くと、ここぐっちゃぐちゃな式になって、本質的じゃないところで煩わしいので省きます。だここも同じですね。ここも今 0.0288 と 0.0448 となったわけですけども、これだってこのメールは通常メールか迷惑メールかどちらかなんだから、ここ足して1じゃなきゃいけないですよね。なので、これ足して1になるように、比率を取るんですよ。で正規化を行うわけですね。だから、分かると思いますが、ちょっと簡単に計算すると、この場合は比率を取るわけですね。要するにこれ足し算、これ足し算したの分母にしてこれを取れば、今回は、通常のメールである確率は 0.39、39% というなるので、迷惑メールである確率が 61% ということになるわけですね。ただ、それは比率さえ分かっておけばいいわけですから、分母は省いちゃうということです。よろしいですか？これ何か質問ありますか？大丈夫ですか？これ、単純ベイズってすごい計算が楽なんですよね。これって単純ベイズって、ここを通常メール、ここだったら通常メールだったらここをババババババとかけていくだけ。迷惑メールだったらこっち側ババババババとかけていくだけなんですね。要するにこっちの場合は、まず事前確率が0.6 だから 0.6×0.8×0.2×0.3 で、これなかったからかけないというのというわけですね。こっち側は 0.4×0.2×0.8×0.7 というわけですね。非常に簡単に計算ができるわけで、実装も簡単ですし、これはぜひ試してみていただきたいなと思います。多分こういうなんかカテゴリー分けをしたい状況というのはきっとあると思うので、何かしらデータセットを持っていたらですね、それに対してやってみてください。注意点をちょっと述べておきますが、今の問題では単純ベイズモデル、ね、単純ベイズモデルなので文章中の単語が全く無関係にランダムに出現するという、そんなことないだろうという仮定を置いている、納得しがたい仮定を置いている、特に今回は納得しがたいであろうという、セッティングとして無料登録というのを入れているわけですね。無料と登録は普通セットで来るやんと。そうですね、無料登録っていうので普通来るだろうとですね。この2つが無関係ってことはそうそうないでしょうと、無料っていうワードが来たら、その直後に登録っていう単語が来る可能性がすごく上がるんじゃないかということですね。
はい、そういう、まあ、今回の証拠は独立を考えがたい、はい、単語っていうのは、まあ、互いに関係している文脈があるわけです、あるわけですが、でも関係ないんだよという仮定を置いているわけですね、単純ベースでは、まあ、だからこれが問題になる場合もあるし、問題にならない場合もある、なんですが、実際にはですね、かなり多くの問題に対して、要するにこれは、かなり強いその、単語とかもそう、証拠の間 の, 毒あの従属性がある場合にもうまく働くということが分かっています。これは、まあまあ、経験的によくできるなというのはもちろん分かっていたんですけども、まあ、理論的にも、まあ、なんか説明はあるらしくて、まあ、私これ全部読んでないんですけども、論文が出てるらしいんですね。まあ、読んでみてください。まあ、ざっくり目を通してみたところ、まあ、要するにその事象が従属関係にあると、局所的に確率がまあ変動すると、要するにそのある証拠が起きたことによってある証拠が起きる確率が増えたり減ったりするわけですね、増減するわけです、局所的な変動が起きるんですけども、まあ、それは要するにそのある証拠があることによって増える確率もあれば減る確率もあると、減るものもあって、その、変動が実際にはうまくキャンセルされちゃって、その増えるものと減るものでうまくキャンセルされちゃって、データが十分多い場合には、実際には、かなりよく働くんだよと、変動がうまくキャンセルされるので、それを考慮した場合と考慮しない場合で、まあ、かなり力を与えたらなということが、まあ、分かっていると、まあ、という主張があります。まあ、問題はその、まあ、確率の変動が、まあ、完全に、まあ、ランダムであるとかっていろんな仮定の上で、まあ、論文が書かれているので、まあ、そういうところが本当かどうか分からないんですが、まあ、いずれにせよ経験的にはかなりよく働くということが分かっています。実装も楽だし、かなり効果があるということで、これは、まあ、実際に実装を試してみる、べきものであるかなと思いますね。はい、でそれからこれはまあ一つの、モデルの上の注意で、それから計算上の注意ですね。計算上の注意なんですが、その単純ベースのまあこの部分ですね、まあ、右辺ですね、これは確率で1未満の値ですね、確率をどんどんかけていくので、N の値が大きいとどんどん小さくなってアンダーフローが起きます。要するに確率どんどんかけていくとゼロになっちゃうということが起きますね。これはいつ話しました、第2回の授業で話しましたね。覚えていますでしょうか。覚えていますでしょうか。前の値に 0.1 をかけ続けるということをこう行うと、これは実は300ぐらいまでいくので私の手では持たないことに気づいて。300ぐらいまでいくんですが、まあ、このぐらいまではなんか耐えると耐えるんですけども、ゼロになっちゃうということですね、あるところでゼロになっちゃいますと、なので、実際には掛け算で計算しません、まあ、ここの例は分かりやすいので掛け算でやりましたけども、実際にはログを取りますね。要するに、まあ実際にはこの、求めたい事後確率というのは、ここが分子 でここがまあ確率の和を維持するためのまあ定数、規格化定数、さっきまあ省略したやつですね、があるんですが、両辺の対数を取ると、まあ、これのログイコール、これのログ足すこれのログ足すこれのログの足し算になるということになりますね。で、まあ、足し算であればまあオーバーフローアンダーフローしないということで、計算がまあできます。で、ここの部分はまあ定数なので、代数関係の比較とはまあ無関係であるということですね。実際にはまあログを取ってひたすら足していくということになります。で、これはまあ非常に計算が簡単ですね。インクリメンタルにできるので、まあ、ありがたいわけです。新しい情報が来たら、これを足すと。情報が追加されるためにこれを足すというだけなので、まあ、インクリメンタルというか、まあ、ストリーム的というか、次々にこう順番にアップデートする。ことができるので、計算は非常に実装が楽ですね。とても良い、特徴を持ったモデルです。はい。よろしいでしょうか。何か質問ありますか。はい。で、まあこれでは納得はいかないという場合ももしかしたらあるかもしれないと。要するに全部独立っていうのはちょっと無茶があるんじゃないのということですね。
そういう場合には、まあ、他にもいろんな、やり方があるんですけれども、このベース、単純ベースをちょっと修正するとか、まあ、いろんなやり方があるんですけれども、まあ、有名なのは、ベージアンネットワークと呼ばれるやつですね。で、これをちょっと、この時間内に解説するのはとても時間が足りなさそうだったのと、あとは動積機械学習の回で話すので、まあ、今日は概要だけちょっと説明を簡単にします。どうするんだっけ、ちょっとこれをちょっと待ってください。ネットワークの絵を描かなきゃいけないので、これつなげなきゃいけないですね。絵を描くのはちょっとなんか iPad の調子が悪いので少しお待ちください。まあ、何かグラフがあればいい。グラフというのはこういうやつですね。グラフというのはこういうやつなんですけど、ネットワークというのはこういうグラフ構造ですね。で、ベージアンネットワークというのは別に、まあ、この、物事の因果関係を表現しようとするとどうしてもこうグラフになるわけですね。この A が起こった時に B が起こる確率、 A が起こらなかった時に B が起こる確率というふうなのは、というのがその、独立ならば直接直接関係がないならばこういうところにエッジはなくすればよいし、関係があるならばこれエッジを入れるということですね。例えば日本語使えるかな、まあ、有名なのは非常に有名なネタなんですけど、例えばこういうモデルですね。なぜ芝生は濡れているんだろうと、家に帰った時に芝生が濡れていると、なぜ芝生は濡れているんだろうということを推論する時に、雨が降ったから芝生が濡れているんですよとか、スプリンクラーが作動したから芝生が濡れているんですよとか、そういったまあ因果関係っていうのがこうあるわけですよね。で実際にはもちろんいろいろあるわけです。例えば、曇っているとか、
ている、例えばですね、こんなやつを書いてみましょう。例えば、まあ、曇ったら雨が降る。なんで芝生が濡れているんだろうって推論するときに、そういえば今朝は曇っていたから、もしかしたら昼頃に雨が降ったのかなみたいな推論ができますよね。なので、まあ、朝曇っていたっていうのが、雨が降っていたということを推論するための証拠になると。で、雨が降ったら、まあ、芝生も濡れるし、道路も濡れると。晴れていると、スプリングが作動すると、温度下げてるんですね。晴れているとスプリングが作動するようなセッティングになっていると。でスプリンクラーが作動したら当然芝生が濡れるし、でここの矢印は逆ですね。ここはあの確率を下げる方のエッジで、スプリンクラー、ここはエッジないんですね。下げる方じゃなくて、スプリンクラーが作動しても、まあ、濡れるのは芝生であって道路は濡れないということですね。家の前の道路は、まあ、スプリンクラーは届かないので、まあ、濡れないみたいな。例えばこういうふうにその因果関係というのをこうネットワークにします。でそうすると、さっき その、全確率ですね、計算する際にこれですね、これをずらーっとこう畳み込みする際に、実際のところどこの部分だけ畳み込む必要があるかということが、このグラフからすぐ直ちに分かるわけなんですね。これによって計算量を減らすことができるというのがベイジアネットワークです。そこ全部やらなくてよ。ここ B3 と B2 は独立だから、この B2 は消せるけど B1 は消せないとか、そういう細かく、その細かくグラフ情報、グラフの上に情報として持たせてですね、でそれで、計算をするというのがベイジアネットワークと呼ばれるやつですね。で、まあ、ただこの理論は結構、まあ、難しいです。その独立性といってもいろんな種類の独立性が、まあ、あるので、例えば雨が降った、雨が降ったということとスプリンクラーが作動するということは独立ですか。独立ですよね。普通独立に思うわけですね。雨が降ったということとスプリンクラーが作動するということは関係、そっか、まあ、この場合晴れているがあるからあまりよくて、さっきから何回も書き換えてすみません。これいらないですね。これもやりましょう。一番最初のすごい簡単なモデルで、はい、このモデル、雨が降ったら芝生濡れると、スプリンクラーが作動したら芝生が濡れる、まあ、この 3つの事象しかないという状況を考えましょう。この状況で雨が降ったということとスプリンクラーが作動するということは独立でしょうか、従属でしょうか。でこれはまあ結構だ、ここは、まあ、難しいところだし面白いところでもありますけども、この3つの事象しかないんだったら、まあ、雨が降ったこととスプリンクラーが作動することは独立じゃないのと、関係ないんじゃないのと思うと。その雨が降ろうが、まあ、このグラフで言うならば、雨が降ろうが、降らないが、スプリンクラーはまあ作動するかしないかランダムなんじゃないのと、まあ、思うかもしれませんけども、条件付き独立性というのがあってですね、芝生が濡れているか濡れていないか、ここが決定する、これが決定すると、これとこれが独立じゃなくなるですね。例えば芝生が濡れているという証拠が得られたとしましょう。芝生が濡れてたと。芝生が濡れてたというときに、雨が降ったという、雨が降った確率が9割なら、スプリンクラーが作動する確率は小さくなる。わかりますか？わかりますかね？ここが判明すると、ここが判明すると、つながってないこいつとこいつの間に従属性が発生する。ですね。要するに、まあ、芝生が濡れていたということが分かった。雨が降ったということが分かったとすると、あ、芝生が濡れてたんだけど雨が降ったから濡れてたんだな、ってことはスプリンクラーが作動した可能性は低いなという推論ができて、
こことここつながってないんだけど、ここ